はい、そうですね。万田銀次郎の話はね、私もいつも思っていたんですけども、人っていうのはお金を借りて、お金を借りるとき、すごく頼むときって、万田さん、神様お願いしますって借りて、まあその時はね、助かるんですよね。ああよかったって。でもやっぱり借りた後って金利も高いし、もともとお金を借りるってことはその時点でお金が足りてませんから、だから基本的にはね、借金って間に合わなくはなるんですよね。ですので見通しが立つように、例えば来週とか来月に、まあ、入金があると、すでにその入金っていうのはこちらがサービスや益も提供して、もうねプラスアルファで何かする必要ない、ただ待つだけで入金があるんだよっていう状態で、それでも今この瞬間足りないから、多少を損してもいいから、利息を払ってもいいから、その将来の入金を先取りしたいっていうことでね、借金をする、そういうような段取りだったら怖くないんですけども、ただやっぱりね、お金を借りた時点で返す当てがない、目処がない、もしくは結局は担保を差し出すしかないっていう状態になっているのに、なんとかなるさと思ってね、お金を借りちゃうと、まあ、担保を差し出す可能性がすごく高まっちゃうわけですよね。で、万田銀次郎は担保があるから貸すとかね、代わりに返す当てがあると見抜いてるから貸すわけなんですよ。まあ、ですので期限が来た時に取り立てる方法ってのはもうすでに用意してるから、万田銀次郎の方は自信を持って、おい100やみたいな感じで出すんですよね。ちなみに山本太郎さんがふいみたいな感じでね、金庫から100万持ってきてポンと投げるわけですけども、やっぱり100万って借りるときは軽いんですけども、返すときって重いですよね、100万円ね、やっぱりね、100万円っていうのは、通常まあなんて言いますかね、お勤めしてる方がね、100万円っていうと、だいたい月収20万の人で言えば5ヶ月分が先取りできるんですよね。5ヶ月分が楽になるんで、ものすごく楽なんですけども、返す段になると将来の5ヶ月まで拘束されるっていう感じで、だから返すのがものすごく億劫になるんですよね、で借金取り、万田銀次郎さんが来た時に、あんた鬼やみたいなこと言うわけですよね、でも万田銀次郎は約束通り真摯にその自分の仕事をね、全うしてるだけと。どちらかというとやるべきことをやってないのはお金を返してない方なんですよね。でもなぜか世間的には高利貸しは悪いみたいになってます。もちろん法律を破ってるんでその点では悪いんですけども、その高利であることを承知で借りる消費者は悪くないのかってことになってきますよね。ちなみにね、最近はこの法定金利以上の利息を取る借金に関しては元金すら返さなくていいということで、非常にね、高利貸しもやりにくくなっているようです。ですんで、南の帝王っていうのがね、まあ流行ったのも、テレビ番組でやったのも、そういう時代背景をもしかしたら投影しているのかもしれません。で、まあ人の気持ちっていうのはそんな感じでね、自分勝手なもんなんですけども、まあ FX を見てて私いつも思うんですけどね、FX を見てて、FX でお金が増やせるように自分のやるべきことをやっていったら、FX って味方なんですよね。でもそうじゃない人から見ると、まあ敵と言いますか、FX は近づいたら危ないと。あそこはうまくいかないと。FX の教材は全部詐欺。FX で勝ってる人は、勝ったふりをして教材で儲けてる。みたいなね、極端な発想になっちゃうんですよね。でもやっぱりね、まあ、どんな情報商材もそうですけども、多分イメージはね、あんまり良くないと思うんですよ、情報商材ってのはね、イメージは良くないんですけども、だからこそ攻略方法があると思うんですよね。というのがね、情報商材じゃない分野で、儲ける可能性が高い職種とか業種とか、そういったものっていうのはすぐに下等競争になって儲かりにくいものに変わるんですよね。で、情報商材とか、それから情報発信がもしね、儲けにくいとしたら、それは儲ける人が本当限られていて、参入障壁が高いってことなんで、チャンスが残されているってことの裏側でもあると私は思います。まあプロ野球に例えるのは適当じゃないかもしれませんけども、でもまあ今ね、ちょっと思いついたのが、プロ野球の選手になるのって結構大変だと思うんですよ。 100m 走って12秒かなんか分かんないですがあったりとか、腹筋が何回できるとかね、ボールを投げたら
遠くまで飛ぶとか、バッティングしたらちゃんと打てるとかね、いろいろあると思うんですけども、これは参入障壁が高くなってるんで、頑張って頑張って頑張って、いや頑張ってきたのに、入団試験落ちましたって言ったらクソーとかになると思うんですよね、うん、なんであいつが合格するんだみたいになると思いますけども、そういうふうになかなか合格できないからプロのレベルっていうのは維持されてると思うんですよ。儲かる人と儲かんない人っていう差でね。でもこのプロ野球の参入障壁が低くって、まあボールをバーンと投げたらね、まあ 50m 飛べばいいよとかね、でバットをバーッと振ると100回に1回バットにかすればいいよぐらいのものとかね、はい走りました 100m 25秒です、うーんまあ合格にしとこうかみたいな感じで、もう結構ね誰でも入れるようになっちゃうと、まあまあ儲かんないですよね。儲かんない試合をやっちゃいますよね。誰も魅力がない試合、どうしようもない試合魅力がないですよね。であとはプロ野球の球団って今11球団だと思いますけども、この11球団が維持されてるっていうのも、まあ、既得権益の、最たるものだと思うんですけども、ただだからこそプロ野球の球団が100も200もできないからこそね、まあ一定のレベルが維持されてるのかなっていうところもありますよね。まあ、そんな感じで人っていうのは自分の理屈でいいとか悪いとかっていうのをコロ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 変えるわけですよ。だからそれも込みでコミュニケーションを取っていかないといけない。今までの目の前の人の今までの性格が明日から変わるかもしれないなっていうのは覚悟しないといけないのかなと思うんですよね、まあですんでね、信用できないから契約書とか書くんですよね。でちょっとした行き違いを自分はちゃんとやってるのにお前のせいだみたいになっちゃうんですよね。だから書面によって契約によって縛るんでしょうか。なんか結婚するときもねそうだと思います。もともと信頼し合ってれば結婚という取り決めも婚姻届もいらないわけですよ。で仕事もちゃんと信頼関係があれば契約書とかねいらないと思うんですよね、まあ吉田さんと私ねもうこうやってやり取りする中で動画送れば必ず返信来るだろうなと思うからまあ、まあ気にしてないですよね。で何か一緒にプロジェクト組む時でも契約書すらないし、ただ場所と時間の約束があるだけで、他は別にこうしましょうああしましょうっていうのはほとんどないというね、まあ、だからとってもいいねパートナーシップでいけるんじゃないかなと思うんですよ。でそれぞれ独立して利益出してますんで、まあ、どっちかがどっちかにね雇用される関係もないしで2人でドーンってやってね、どっちかが稼げなければまあなんか別のことで取り戻すでしょうしね、ただねそうはいかないですよ他の人とは。やっぱなんかね何かをやったら売り上げ半々ねみたいなことは言わなくても暗黙の了解になってきますし、まあそうですね、まあいろいろですねそういうところも。まあ結果的にはねうまくいくにしてもうまくいかないにしても、人っていうのはいろんな角度から人を見るかなっていうところですね。まあ萬田銀次郎の話に戻りますけども、お金を借りるときは神様、返してくれますかって言ったら鬼、返しに取り立てに来るな、悪質とかね、氷菓子とか言うんですよねその氷菓子に自分から縁を持ったのは誰ですかっていうことと、YouTube の再生ボタンを押してその中にあるね詐欺商材らしきものを大したリサーチもなく買ったのは誰ですかってこととすごく似てるのかなと思っちゃいましたね。それでは以上です。